芸術は知ると面白いどうも斉藤正月ですさあ本日は「岡本太郎今日の芸術時代を想像するのは誰か」こちらのお話をしていきたいと思いますこちらの本でございますねこの「今日の芸術」ね最近僕は元気なかったんですいろいろと迷って元気なかった正直ただこの本に出会ってめちゃくちゃゃく元気を取り戻せたんですだからこの「時代を想像するのは誰か?」いや俺芸術興味ないし 時代俺作らねえしって思ってる方々も最近ちょっと元気ないかもしれないとかね最近ちょっと迷っちゃってどっちの方向を進めばいいのか分かんないなって思ってる方々にもおすすすめの本なんですそう迷ってる方や元気がなくなった時に読みたい本そして出会いたい人それが岡本太郎さんね、まあ、簡単に説明すると。 生きた方ですね。85歳までね長く生きられた方でまあ、有名なところで言うと太陽の塔だったりね芸術は爆発だっていうねの有名な方ですよね。でこの力強い方が1954年に書いたのが今日の芸術この本なんですね。でめちゃくちゃパワーもらえるんです。めちゃくちゃパワーもらえるプラスですね今日の芸術っていうぐらいですから芸術指南本でもあるんですよ。でこの本の中で。 岡本太郎さんがいやこれ芸術を教えるような本じゃないんだよ芸術は教えるもんじゃねえんだよっていうようなことも言ってるんですお,お勘弁してくれと思いましたよ <laughs> 芸術を教える YouTube やっちゃってるから <laughs> 美術がつってやっちゃってるから、ね、芸術は教えるもんじゃねえって言われていや勘弁して太郎さんと思ったけどもいやそうとはいえとはいえね岡本太郎さんめちゃくちゃわかりやすくめちゃくちゃロジカルに美術史っていうものを 解説してくれたりもしてるわけなんですね。なんで、ここで意外なのが、岡本太郎さんって非常に情熱的で、芸術は爆発だだからやればいいんだっていうだけじゃなくて、芸術っていうものをちゃんと歴史から勉強していて、なぜ芸術が必要で、こういう芸術でなければならないのかっていうのをロジカルに説明することもできる人。そこが面白いわけなんですよ。ええー、それが意外な面で面白いんですね。ねこの今日の芸術。ね初版の序というね。 このね本の一番最初にね書き添えられてるんですけども、ここが非常に良かったんですよ。今から私は、皆さんの耳障りの悪いことを言うかもしれません。と。皆さんが聞いたことがないことかもしれないし、それは皆さんにとって耳が痛くなるようなことかもしれませんが、どうか一つ、私と膝を交えて語り合いましょう。っていうようなことが書いてあるんですね。なるほどと思ったんですよ。あ、すごい優しそうだなと思ったんですよ。 ここのの文をつけててくれるととによってあ、あそうなんだとあの分かりづらそうだった岡本太郎が膝突き合わせて僕らと語ってくれるんだ。であ読みやすそうだなって読み進んでったら面白いんです。めちゃくちゃゃく面白いそれでいて最終的に僕らはですね読み終わった後に親友だなと思ったんです <laughs> 岡本太郎そしてこの今日の芸術僕にとっても親友です。 人生のバイブルでありながらも今日は親友を皆さんにご紹介したいと思います。なのでちょっと熱が乗っかっちゃってうわーってなっちゃうかもしれないですけどねご勘弁くださいというお話でございますね。まず第1章第2章第3章第4第5まあほは第6まであるんですけども今回は1から5までにまとめさせていただきました。その中で ゆっくり徐々に芸術とは何なのか、そしてみんなが求めていかなければならない芸術とは何なのかっていう話をしてくれるんですね。ただめちゃくちゃ優しいんで、序盤かなり寄り添ってくれます。ね。第一章。第一章だったら、なぜ芸術があるのか。ここから始めてくれるんですよ。なんで芸術ってそもそもあるのこう確かに不思議じゃないですか。 あんまり考えたこともないですし、僕らが生まれる前から芸術ってあったから、そこにあるもの。あって当然のもの。だから考えたこともなかったけど、よくよく考えてみると、なんで芸術ってあんのあと、芸術ってどういう人のためにあるの誰のためにあるのこれを一番最初に明確に教えてくれるんですよ。で、ここでいきなりグサっと刺さる人、めちゃくちゃ多いと思います。芸術は誰のためにあるのか。それは、 自己阻害してしまってる人のためにあるんだぞ。ここから始まるんですね。自己阻害。要はですね、みんなが社会に出て歯車のように働いていて、そして余暇をただただ時間を潰すように趣味で埋め尽くしてしまっている。これが自己阻害の状態なんです。めちゃくちゃわかりますよね。めちゃくちゃ気持ちわかるなと思うんですよ、ここで。働くためには、ね、働くためには、生活するためには働かなきゃいけないって,ってね。 好きじゃないこともやらなきゃいけないって我慢して働いて、で、いやー、たまの休みだと。せっかく休みだからって言ってゲームをめちゃめちゃやってみる。で、ゲームでクリアしたやったぞみたいなね。主人公がボスを倒したやったぞと思うけど、倒したのはあくまでゲームの主人公だって、お前は別に何もしてねえぜ。そういう状態が自己阻害の状態なんです。自分を外に置いといて、何か別のもので埋めようとしてる状態。これが1954年でもみんなそうだった。 で今の2021年の僕らでも響くところではあるんですよね。だから70年近く経っても今でも変わらない問題ではあるわけですよ。でそういう人たちに対して芸術がどういうふうにあるのかそれは生きることだと。芸術とは生きること生きる活力なんだぞ。ここ力強いですよね。でも 芸術あんまり好きじゃないやとか芸術興味ないしっていう人にとって生きることが芸術だって言われてもようわからんでしょいや俺関係ないしって思いたいでしょでもこの生きること芸術をすることっていうのは瞬間瞬間この瞬間瞬間間って言葉めちゃくちゃ岡本太郎さん使うんですけど瞬間瞬間の生きがいをつかみ取るそして自信を取り戻すこれが芸術の 存在意義なんだよっていうところが始めるなるほどなと僕はもうこの時点でうわーと思いました確かにそうなのと、ね、なんか歯車になって、ね、アルバイトしながら絵描いてたりとかしてた時にものすごい虚無感だったのすごい心がカスッカスなんで俺アルバイトしてんのなてで誰でもできるようなレジ打ちずっとやってんのって思っちゃってた。 とににかく書いいいていたいのにでもそれが叶わないからこれやってるってずーっと悩んでたけど「それ自己疎外でしょうなのお前の芸術はこっちだぞ」って「自信持て」と「芸術やって自信持つんだぞ」っていうのを教えてくれて僕はグッサーって刺さった。でこの時点でもぐっさーっと刺さった方も多いと思います。そのの上で失われたた自分を回復するための 純粋で猛烈な営みそれこそが芸術だと言ってます、えー、これはもう岡本太郎節ですよねこの純粋で猛烈ね、この純粋であり猛烈というワードが岡本太郎らしさをね非常に出しますよね失われた自分をね回復しようぜしかも猛烈に 純粋に回復しようぜそういう活動こそが芸術なんだぜって言ってくれてる取り戻したいと思いました僕はそうなの岡本太郎さん僕今 YouTube やりながら迷ってて心またカスカスになり始めてどうすればいいのか分かんなくなってきた取り戻せと芸術が必要だお前にはって教えてくれた分かりましたじゃあ第2章いきましょう第2章まずは芸術の見方だとえ お前に対してね、芸術は非常に大事なものなんだ。芸術をもっともっと知,れ知らなければいけないんだ。まずは芸術を見ろよと。その上で見方があるよと。ね。わからないということ。これをだんだんとほぐしていこうぜ。優しいですよね。第2章に来てもまだ優しい。芸術の見方を教えてくれる。芸術の見方、わからないこといっぱいありますよね。美術館に行っても何がいいのかわかんない。 ね、絵を買いに行けるようなところに行っても、どの絵がいいか分からない。そういう人いっぱいいると思います。僕も勉強しながらですけども、この絵何がいいんだろうなんで評価されてるんだろう分かんないこといっぱいあるんですよ。でもその分からないを徐々に徐々にほぐしていくんだと。その紐ほどいていけようがこの第2章なんですね。まず最初に、まず最初に、みんなが分からないという一番の根源、先入観だぞ。 先入観持ってるだろうお前はと芸術ってのは難しくて分からないものっていう小さい頃からの先入観あなたにはあるだろうとそれをまず取っ払えと芸術が分からないそれをなくした時にめちゃくちゃ開けるぞなるほどなとここだって僕もやりたいとこだから美術は知ると面白いって散々何回もこの動画で言ってるからそういうことなんです先入観取っ払えと 美術はつまんない。わかんないそれやめろと「わかるよ!」と「岡本太郎わかるよ!」さすが親友だっと僕は思ったその上で先入観がどういうものなのか例えば花がきれいだなとかね日本人だったら富士山を見て美しいなとかねこれ全部先入観だぞっていうんですよ。えってならないびっくりしますよね。だって花はきれいじゃん富士山はきれいじゃん。 それが当たり前でしょでもその当たり前を疑えよって言ってるんですよ。当たり前だと思ってるものがまさに固定観念、ね、先入観なんだと。とここまず取っ払え。花は綺麗じゃねえ。富士山綺麗じゃねえと思え。極端に言うとそれなんです。ね。だから美術でこれまでたくさんの名画家たちね、僕も紹介してきましたけども、それもうはまんない人もそれはたくさんいますよ。北斎のね、 絵だってもうハマんない人いっぱいいるけどそれでいいんだよ世界的に評価を受けてるからってお前にとってフィットする芸術かどうか分かんないんだからそれをゴッホだからピカソだから素晴らしい絵なんだって分かってるふうに言わなくていいっていう先入観取っ払えと賞取ってるから有名だからだからいい絵じゃねえんだよだからそれが芸術ってわけじゃねえんだよ お前の中の中芸術見つけろっていうそういう話なんですね。で分かんないでしょでもお前の中の芸術見つけろって言っても分かんないですでもここでも優しい分からないをもっと分解してこうぜっていうんですよ分からないの分解ね分からないイコール嫌いそうなりがちじゃないですか新しいもの分かんないものそれを遠ざけたくなるね苦手だなつまんないなあっち行っててとって思うのって要は分かんないから 何がいいのか分かんないし、何が嫌いなのかも分かんない。だから遠ざけたいと思っちゃうんですね。人間の心理的に。それはしょうがないことなんです。それは仕方がないこと。だからこそ分かるために分かんない分解していこう。絶対言えしょう章がこれなんですね。で、分かんないの分解。例えば、西洋画だったりとか、油絵とかで有名な生物ってありますよね。テーブルの上に果物が置いてあったりとか。あと、風景画。 だったりとかラフ像とかかかラフあるじゃないですかこのね生物風景ラフこれは日本人は鼻から分かんねえもんなんだっていうそう教えてくれるんですよええー、とだってザ芸術じゃないですかね生物がね風景がラフ像ね僕も紹介してきたしめちゃめちゃアートでしょそれってでもこれ分かんねえから日本人は岡本太郎さんはそう言うんですねっていうのも これそもそも日本にねえだろと。あなたの家にテーブルにね、カゴに盛られたフルーツありますかとアルプスみたいなでっけえ山脈、あんたの家から見えますかと裸の女性が家に帰って横たわってますかんなことないでしょそんなわけないだろうとだって日本だぞとこれはあくまで西洋文化がそうだったから その日常を切り取って書いていたものが良いとされていたんだ。で、それが日本に渡った時に、ああ、これが絵画なんだ、これがアートなんだ、芸術なんだと思って真似して書いてたやつの流れだと。それをみんながよくわからずに、アートだな、芸術だな、すっげえな、思うんじゃねえと。<laughs> 無理すんな、背伸びすんな。日本人はそもそもそれわかんねえと。 ね言ってくれるわけなんですね確かにそうですよね日常生活にないものこれが芸術なんだって受け取っているのちょっと無理してる部分やっぱありましたよねけどこの本が出たのが1954年っていうところもあって岡本太郎さんこれ言っている時ってやっぱり日本ってもっと和風な作りだったんですよね障子とか襖とかがあるような本当に日本古来の家っていうのが当たり前でこのラフ像とかがいるのは 西洋でドアがしっかりあって、ドアに鍵がついていて、個人のパーソナルなスペースがちゃんと確保されていた、この文化の中だからこそ、その当時の西洋の人たちはみんな裸で横たわってたし、裸で飯食ってたし、っていうそういう日常があったんだよ。だからその日常を切り取って西洋画のこのラフ像とかができてたんだよ。日本じゃそれないだろうっていう話なんですけど、今は逆にちょっとあるじゃないですか。ドアあるし。 ね、鍵もついてるし何な,なら裸で寝そべってるお母ちゃんいるし <laughs> まあなんかそのね同棲してる方だったら裸で寝そべってる彼女がいたりとかもするじゃないですか、ね、だからこの当時よよりりははかりやすすくなってんですよ実は僕らの生活が西洋に近づいてきてて結構この辺の時代の絵っていうのが僕らの身近にはなってきてるんですね。それがこのの今日の芸術を 岡本太郎さんが出した時よりも僕らの生活が美術に寄り添って進化してる形でもあるわけですよ。まあ美術に寄り添って美術に近づいてたわけじゃないんですけどもともとあって入ってきた美術に我々の生活様式が追いついてったっていう形ですね。そうだから分かりやすくなってんだよ太郎さんとね。2021年はこうなったですよ。ってね、僕は膝突き合わせてねそういう話をしたいなと思いました。でその上でまた分かんないこといっぱいあるだろうとね。 この辺の辺ねその時代観とか生活様式とかが違うから分かんねえなっていうのもあったけどもっと分かんねえのはんかこういうシュールレアリスムとかねその美術用語がドスン出てきた時に全く分かんなくなるでしょ正直分かんなくなるのよけどシュールレアリスムこれ難しそうだけど例えばこれも分解して考えたらめちゃくちゃ簡単に分かりやすくなる僕らの身近なところに置けるんですよ こ岡本太郎さんはこのシュールリアリスムっていうのはあなたたちが持ってる道徳だったりとか美の基準これを完全に排除してもっと人間の奥底にある欲望みたいなものその夢みたいなものを形にしたのがシュールリアリスムだよっていう風に言ってるんです。難しいでしょ ようわかんないでしょえー、なんか美、美とえー、っと、道徳の基準を取っ払って奥底にある。背骨の奥底にある、うん、そういう感性。わかんないでしょでもこれをもっともっとわかりやすく、僕なりに解釈したことをお伝えすると、あんなことをいいな、できたらいいなです。ドラえもんの世界です。僕らの頭の中だったりとか心の中で、 こういうことがあったらいいなって無双するような状態ね。夢を見るような状態がシュールレアリスムだ。だからドラえもんのタケコプターとか、どこでもドア、あれシュールレアリスムです。衝撃の事実。ドラえもんはほとんどシュールレアリスムです。え、ね、まあ、F 字子よく藤尾さんがそうだと言ってもいいのかもしれないですけど、そういうことなんですよ。要は。道徳と美の基準の排除っていうのはそういうことだ 夢を見たもの、ね。僕らがもう現実だ、無理だなと思うものを形にして描くっていうのがシュールレアリスム。だから岡本太郎さんが言ってるのは、この本の中で言ってるのは、空飛ぶ絨毯とか、カボチャの馬車。これがシュールレアリスムなんだよっていうふうに言ってくる。でも、シュールレアリスムっていうと僕らは受け,受け取れないじゃないで。やめてやめてやめてってなるじゃない。怖い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 ってなるでしょ。僕もなるよ。シュールレアリスムよくわかってないもんえ。勉強したいぐらい、ね。わかるんだけど、 空飛ぶ絨毯とかカボチャの馬車って言われたら僕ら無意識のうちに受け取ってるでしょ。桃太郎が桃ばッカーン割れてドヒャーン出てくるとか当たり前だと思ってるでしょ。あれをなんかいや桃から人出てこねえよって言ってそんななんかもうイチャモンつけてだからあの桃太郎はダメなんだっていう人いないでしょ。カボチャの馬車は、おい、カボチャが馬車に変わるわけないだろう。こんな物語はなしだっていう人いないでしょ。受け取れちゃってんだよ。 僕らが生まれる前からあるもので、自然と生活の中に寄り添って馴染んでるものは受け取れてんの。シュールレアリスムが日常の中にないだけなでも、よくよく考えてみると、あんなこといいな、な、の。できたらいいな、なのよ。ドラえもん見てるってことはもうシュールレアリスムを受け入れてるのと一緒ってことなんですね。なるほどなと。芸術の見方、分かってきた。 分かんないことが分かってきたよ。岡本太郎さんちょっと面白くなってきました。その上で第3章、ここから熱を帯びてきます。ね。第3章は、新しいとは何かっていう章なんですね。この新しいとは何か。要は、岡本太郎さんは、芸術ってのは常に新しくなければならないと。そう言ってるわけなんですね。でも、その新しさって何なのよ。それまた僕らは分かんなくなるじゃないですか。 いや、新しい芸術わかんない。新しい、芸術を勉強してる人たちは何かと比べて新しいって判断できるかもしれないけど、あんまり知らない僕らからしたら、あ何が新しい何が古いそれもよくわかんないです。そういう方々のためにもめちゃくちゃ優しく解説してくれてます。熱を帯びつつ優しい。まさに親友です。ね、まずこの新しいを分解してくれるんです。新しいって2つあるだろう。 新しいの意味って実は二つあるんだと。まず、グッドポイント。いい意味で言ったら、清純だったり、希望ですよね。清純なイメージ、綺麗なイメージ、そして、ね、希望に満ちてる。明るい希望のイメージがあるっていうのがこの新しい。これがポジティブ面ですよね。けど、バッドポイント、ね。ネガティブな面で言えば、青臭い。だったりとかね、不完全。っていうような意味もありますよね。新しいものって不完全だよね。 新しいんだろ青っちょろいだろ青臭いだろまだまだひよっこだろそういう見られ方もあるよと。まずこの新しいを分解するとこの2つに分かれるんですけどもこのバッドポイントにとらわれて新しいを否定するなと。そういう人多いぞって言ってくれるんですよね。1954年ですよ。今から70年近く前に新しいを否定するのよくねえぞと。そういうい人結構 ここいるるぞって言ってて言んですね今でもめちゃくちゃいるんですよ。すんごいいっぱいいるのよ。ね。TikTok よくわかんない。若い人たちがなんか踊ってるだけ。ね。よくわかんない。だからよくないものとかね。クラウドファンディングよくわかんないとかね。オンラインサロンよくわかんない。よくわかんないから否定するぜ。いっぱいいるけども、それがよくね。だってね。 この青臭いとか不完全って言ってる人たちもかつては自分の父親に言われてたのよ。若いやつらよ。最近の若いやつらよ。って言われながら育ってでも俺たちはこれを芸術だと思うんだというかねこれが俺たちが新しい面白いと思うものなんだっていうのをそういうのを作ってったわけよ。でもそれがあまりにも大事すぎてまた新しく面白いものが出てきた時に。 いや俺らの方が面白いってやっちゃうわけ俺らの方が素晴らしいんだってやっちゃうのそれがバッドポイントを強く持っちゃってる人達なわけねそれよくないじゃないっていうことなのよテレビ見ててもあるよね僕言ったらねあのレディオフィッシュってねオリエンタルラジオさんが組んでるその音楽ユニット大好きなんですよでパーフェクトヒューマン出てきたのにね「中田中田で「パーフェクトヒューマン」が出てきてねわかるよね,ね YouTube 大学みたいなことやってんだからそれ中田さん好きなのわかるよね それが出てきた時に僕はテレビで見てめちゃくちゃ面白いなと思ったすげえな、新しいな、格好面白いなと思って感動したんですよ。これが新しいお笑いだなと思ったの。けど、一方である有名な大物芸能人からは大バッシング受けてるんですよ。あれおもんないよ。あれお笑いじゃねえよ。言われちゃって、そういう風に同調して、 あれはお笑いじゃねえとね。あれはただ音楽やってるだけだ。わちゃわちゃやってるだけだっていう人たちもいっぱいいたの。悲しくないこれって。新しいものができてきて、いや、それナンバーワンにしろって言ってんじゃないの。新しいもんだって認めりゃいいじゃん。それが僕は悲しかった。お笑い界の中でものすごく権威のある人が、新しく出てきた文化をなぜに否定するのっていうところめっちゃ悲しかったし、それもこの本読んでったら僕なんとなく分かったんですよ。 全ては言わないですけど、長くなるから。言わないけど、なんとなく分かったの。ああ、そっか、守りたいものがあったんだ。だからここを否定せざるを得なかったんだって分かったの。分かったけども、でも岡本猿さんはそれすんなっつってそれやっちゃったら育たねえ。芸術は新しさだからな。え、ね、岡本太郎の意に沿ってないのよ。パーフェクトヒューマンとかね。ウルトラタイガーとかが、 芸術なののいいわばお笑いの世界で,で漫才やったりとかコントやったりとかっていうのは伝統芸能芸術じゃなくて芸能の方な、ね、そういうのも書いてある、ね、今回ははしょります、ね、はしょらせていただけますけどね,ねそういうのがあって新しい否定しちゃ駄目だぞと、ね、だってなとちゃんと理由があるんだぞとだってな美術史っていうのは繰り返されないものだからなというわけですねここで 岡本太郎さんがめちゃくちゃファニーにめちゃめちゃロジカルに一気に西洋美術史をブワーッと説明してくれるの。ここ圧巻ですよ。こんなこと僕できてねえなと思っていやすげえなって改めて思いました。文章の中で全く飽きずにめちゃめちゃテンポよく美術史教えてくれるの。もともと教会あっただろうって。 教会があってそこの,その神様に、うん、に捧げるものとしてまずは絵があっただろうと宗教画ってものがあったよなとでそこから神様から少し降りて王公貴族がで今度は神様っぽい絵をなんかそのファンタジーに描くんじゃなくて王侯貴族のために神様っぽい絵を写実的に描くっていうのが出てきたよなと。 なそれがお前たちの知ってるレオナルド・ダ・ヴィンチなんだよと。えでその後に王公貴族たちは神様なんて知らねえから自分たちの肖像画を描いてくれよってなったよなと。自分たちの愛人だったりとか自分たちのことをかっこよく美しく描いてくれる人を重宝するようになったよね。でそこからまた美術史が進化していって今度王公貴族から一般市民ね。 市民階級たちが楽しむようになったよな。そこからまた新しい絵出てきたよね。フェルメールだぞと。ね、で、そこからさらにさらに進化して今なんだぞっていうのを教えてくれるわけです。も、ま、う、あ、僕またざっくりさせましたけど、こういうのをものすごいファニーにものすごいテンポよく教えてくれるのがこの章なんですね。なるほどなと。だからこそ時代変わってるだろうと。今、教会に絵置かねえだろうと。王公貴族とか。 いやいるかもしんないけども僕らの生活には身近じゃねえだろ画家と王公貴族もうつながってねえだろと。だから時代が変わってきたから美術も変わってきた芸術も変わってきただから時代が変わり続けるんだから美術史は繰り返さねえぞってこと納得できますよねそうだよねと確かに確かにってなるんですよでその上で新しいものっていうのはどん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 できていくじゃないですかでさっきも言ったけど 新新ししいいももののののをなくせよと新しいものへの日髪これバッドポイントの人たちよねこれバッドポイントの人たちなんでこの青臭いとか不完全とか言ってあれはこれは芸術じゃないとかこれはお笑いじゃないとかって言っちゃうかっていうと要は若さへの嫉妬なんですよ若さに対してものすごい嫉妬心を抱いてしまうわけ。だって若いっていのはもう取り戻せないものだから。 だから、年老いた自分、年季が入ってきた自分に対してのコンプレックスによって、若い世代が何か盛り上がってくると、一旦、うんってやりたいの。一旦、ぎゅーってやりたくなっちゃう。それが人間なのと。とでも、なくせと。それじゃ芸術進まねえからなくせよってことの。で、この、新しいものへのひがみなくせってね、要はね、流行が時代を進めるんだからってこと。流行。 つまりこの流行も分解しててあげてる。流行っていうのは想像と模倣だと。模だ誰かが新しいものを作るこれは想像よねでその新しいものを面白いかっこいいと思っていろんな人が真似するこれが模倣よねその2つが合わさって流行になってそれが時代を進めていくんだよってことでその時代を進めていく流行が積み重なって歴史になる だからあんたが大事にしてたものもかつての流行なんだよ。それはわかる。その当時もてはやされた素晴らしいものだった。けども新しい流行ができていくんだよ。ね今オンラインサロンとかクラウドファンディングとかいろいろあるけどこれも流行の一個なの。まだ流行になりきってはないけどね。ようやく流行になってきたなーぐらいの感じだけどこっからもっと当たり前になる。でそこからまた新しいのができる でもしかしたら、かつてオンラインサロンをやっていたねっていうような人たちが、この時代のものは、みたいな風に言うのかもしれない。新しい時代が来た時に。けども、それはそれ。でやっぱり言わない方がいいの。新しいものは全肯定して、この流行が時代を進めていくんだっていうのに、自分がフィットして乗っかっていった方が、絶対的に芸術は進むし、面白いし、あなたの人生は元気になるよっていうお話なんですね。 で、こっから、最後、もっと厳しいよ。これ最後はこの芸術に対してですけども。芸術っていうのは、新しくなきゃいけない。そして、新しいと言われれば、もうそれは新しくない。厳しいなのよ。めちゃめちゃ厳しくない。これ新しいねって思われた時には、もうそれは新しくない。岡本太郎さん、そう言うのよ。嘘だろうと。 新しいこと僕らやりたいんですよと。何か作り上げなきゃって思ってもがいてんですよ。でも、それが新しいねって認められてた頃には、認められてきた頃には、もうそれは新しくねえんだ。常に時代を破壊し続けて、無理解と戦えと。誰も分かってくんねえ。それが芸術。それが新しい芸術。本来のあり方。だからそこと戦えと。 すげえ厳しいな理解されたらもう先に進めとそれはお前のいる場所じゃねえとめっちゃ厳しいけどめちゃくちゃ元気もらえない僕元気もらえたのお前のそのいる場所例えば YouTube ねもう新しくないでしょもこれはいろんな人が参入してきてもうたくさんの人が配信したりとかね動画投稿したりとかしてるから新しくないの、ね だけど僕は、その中でやりたいことがあるからこうやって喋ってる。けど、なんか新しいものを見つけたときに、お前もう行けよと。それがたとえ理解されなかったとしても、そこと戦えよと。それでいいんだぞって言ってくれてる。わかりましたと。わかったぜ、太郎と。親友からの言葉、めちゃくちゃ受け取れたわけなんですね。これが前半の第1、第2、第3の章に入っていて、そして第4の章でさらにヒートアップする。 さらにヒートアップするのは、ここが肝なのよ。ね。第4章。芸術とは、うまくあってはいけない。綺麗であってはならない。心地よくあってはならない。これが岡本太郎が掲げる芸術の三原則なんです。この話は、次の動画でお話ししたいと思います。ぜひとも皆さん、次の動画も楽しみにお待ちください。美術は知ると面白い。